だからそういう心をね、いつも愛してて眺め
れてるからこそ、こういう話をしたと思いますね。だから、これはね、撮ってる人の愛情を感じる写真です。で、そういうことで、素晴らしいと思いました。はい、ありがとうございます。それでは、